では今からちょっとトークをしていきたいんですけど、はい、まずは、はい、しくじり先生、しくじり、はい、コウスケのしくじり談をちょっと教えてほしいんですけど、まあ、しくじり、僕自身のしくじりになるか分かんないですけど、うん、簡単に言うと家族のしくじりで、うん、僕が中学校2年の時に、うん、まあ親が離婚しまして、もともと母親と兄と僕の3人で住んでたんですけど、うんうんうん、親父は単身赴任で、うん、ずっと別居で、うん、中学2年生の時に離婚だったり、うん、親父の仕事の失敗だったりで、うん、当時住んでた家を出なきゃいけなくなって、うん、母親、兄、僕で本当にすごいオンボロアパートにそこから生活を始めたんですね、うん、将来の夢はサッカー選手だって言いながらも、うん、母親がすごい憔悴しきってたんで、うん、僕がプロのサッカー選手本当になって、うん、しっかり稼いでお母さんを楽にさせてあげないとっていう自覚と責任を持ったのが中学校2年生の頃で、うん、兄が那須さんと同い年で僕の6校目なんですけど、うん、当時20歳か、うん、兄が、兄は大学卒業してすぐ起業をして、うん、で起業したタイミングで僕がたまたまプロになれて、うん、お互いこうキャリアを築いていって、うんうんうん、僕もそっか J2 のチームからでしたけど、うん、J1 のチーム行ったりとか日本代表経験できたりとか、うんうん、で兄も仕事で成功 して、うん、結果当時住んでたオンボラアパートを一日でも早く出ようっていう3人の目標を、うん、僕と兄で実家を親に買ってあげて、まあ、そうなんだ、はい、うん、その時なんか不動産のこと何も知らないし、うん、その時に借りれるローン精一杯で買ったマンションだったんですけど、うんうん、結果そこから僕も兄も母親も幸せになって、うんうん、それが僕が19歳の頃だったんですけど、うん、その家に母親が10年住んで、うんうん、その家が買った金額と同額で売れたっていう、そうなんだ僕としては親の離婚だったり、うんうん、それを機に頑張ろうと思えて、そうなんだ、ずっと頑張ってきたからこそ今があって、うんうん、あ、若い時に経験してなかったらもしかしたら遊びに走ってたかもしれないし、母親が苦しんだ分恩返しというか楽にさせてあげたいっていう思いでずっとやってこれたのが一番のポイントかなっていう、うんうん、え、若い頃からそういうの感じたんだね、はい、それでもさ、なかなかこうね、そう思えない人たちもたくさんいるわけだ、はい、なんでって親のせいにしたりとか、はい、そうじゃなかったんだ自分の中で。いや、そういう要素はたくさんあったんですけど、うん、ただ自分がここでグレたりとか、うんうん、親に反抗したりしたら、うん、もう母親はもしかしたらこのままやばいなっていうのを自分の中で感じて、うんうん、兄と一緒に母親が少しでも楽になるように、うん、ちょっとでも笑ってもらえるように、あの時のお金とかどうしてたんだろう、うん、どう回して、うんうん、兄貴を大学に行かして僕を高校に行かしてとか、うん、サッカーの用具も買ってもらってとか、うん、どっからお金を調達してたんだろうって思えるぐらい大変な時期だったんで、うん、僕の原動力となりました。すごいね、はい、全然知らなかった、すごい話だね。だから家族のしくじりっすね、これは。ね、いやしくじりっていうか、でもね、そこでね逆に離婚っていうことがあって、はい、それを機にお兄さんとコウスケと、はい、お母さんとね、はい、3人でまたこういろいろ気づいて、はい、まあ今があるっていうことだもんね。そうですね、その当時はすごい大変でしたけど、うん、でもその時にあのなんか悲観的にならずに、辛いこと誰でもあるけどさ、それをどう考えるかだと思うしさ。そうですね、まあポジティブに、うん、というか前向きに、うん、とにかく僕と兄で母親を支えようっていう、うん、でその本当にオンボロのアパートに引っ越した日に家族3人で家族会議をして、うん、僕は高校卒業したらサッカー選手になるから、うん、兄は大学卒業したら起業して仕事成功させるから、うん、もうここのアパート1日でも早く出ようって、うん、ミーティングしたんですよ。でそれが本当に実現できて、うん、僕も兄も母親も今すごい幸せな生活を送れてるので、どんなに悪いことも必ず意味があって、しっかりそれを前向きに捉えることで必ず光が見えてくるんだなっていうのを本当に自分の人生の中で実感したので、すごいいい経験です。すごい、はい、本出せるこれ。はい、ね、すごいね。一回本だ出してもらって、うん、あ、そうなんだ、はい、オランダに行くぐらいのタイミングで出してもらえたんで、ぜひ買ってくださいぜひぜひで、ちょっと、テーマ変えますけど、はい、18歳、うん、18歳の時に、はい、高校卒業して、まあ、進学するのか就職するのかとか、はい、悩ましい時期じゃん、はい、その時に、まあ、コウスケが何を考えて
その当時やってたのかと、その自分の中で何を大事にしてたのかとかもちょっと聞きたい。まあ中高とサッカーをやっていく中で、うん、まあ、プロのサッカー選手になりたいって言っても簡単になれる職業でもないじゃないですか、うんうん、で実際高校3年生になってもプロのチームから声がかからなくて、うん、大学行こうとしてたんですよ、うんうん、大学の願書もしっかり書いて、うん、翌日出すっていう時に、うん、その翌日に高校の部活の練習のあるタイミングで、うん、横浜 FC のスカウトの方が来てくれて、うん、話をしてくれて、うん、それがもう11月の中旬ぐらいだったんですよ、うん、だからプロ内定する選手の中では、うん、多分相当遅い方で、うんうん、僕はでもプロ行きたい、でも話がない、行けない、うん、でももしかしたら来るかもしれないから、うん、大学の関係者の方にもちょっと待ってくださいって言ってる中で、うん、本当にギリギリのタイミングでもらえて、うん、まあ、プロのサッカー選手になることができたんですけど、うん、僕は中学高校って全然何のキャリアもないので、うん、まあ、一番最低の評価というか、うーん、だったので、でもやっぱり翌年からプロのサッカー選手になれるっていうのと、好きなサッカーでお金をもらえるっていうのはとてつもなく幸せなことだったので、確かにさっきも言ったように、まずはそこのスタートに立てた分、そこから自分が努力して活躍して母親を幸せにできるようにっていう、もうそれしか考えてなかったですね。まあ大学分かんなかったじゃん、はい、絶対プロになってやるみたいな、ずっと思ってた、その思ってました、思ってたけど、うん、やっぱ現実的にオファーがなかったら、うん、やっぱ大学行ってもお金かかっちゃうし、うん、あの母親に負担かけちゃうので、うん、もう就職しようかと思ってました。あ、そうなんだ、はい、だから母親に迷惑をかけないようにサッカーをやめなきゃいけないっていう決断も視野に入れながら、へ、うん、はい、考えました。そうなんだ、はい、めっちゃ苦労してんね。いや、苦労しますよ、ね、はい、いや意外すぎた。なんか顔立ち的に意外すぎた。いやいやいや、なんかね、めっちゃ綺麗な顔立ちだから、いやいやいや、すげえなんか裕福な家庭で全然、うん、真逆ね、はい、すごいね。だから、うん、学生時代もみんなが、ね、それぞれのメーカーだったり、うん、いいスパイクを履く中で、うん、僕は街のスポーツショップの本当にカゴ売りセールとかで入ってるスパイクとかしか履けなくて、うん、まあ、その中でもたくさん努力をして今があるので大変でしたよ、うん、真面目なタイプだよね、コウスケも考え方としては。そうっすね、僕結構今まで出たメディアとかでもアホなこともしてきましたけど、うん、根は真面目なのだよね、はい、それもずっと思ってたけど、はい、もう話聞いてより一層だからもう それ昔からでしょ、はい、そうですね、ずっと真面目にこう、はい、努力してみたいな、はい、じゃあ最後、はい、あの見てくださっている方々に、はい、なんかコメント、それサッカー少年でもいいし、はい、まあ、自分が大切にしたものでもいいし、大切にしてること、うん、はい、ちょっと伝えてもらえれば。さっきもあの少し話した通り、僕はいいことも悪いことも必ず意味があると思ってて、特に悪いことが起きたりとか自分にとって良くないことが起きた後っていうのは必ずいいことが待ってると信じていて、実際に自分の人生の中でも本当にそうなっているので、とにかく何があっても前向きにポジティブに過ごしていくことをお勧めします。うん、はい、ありがとうございます、はい、素敵な素敵な言葉、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今回ありがとうございました。おす、第2回期待します、うん、また出れるように、はい、ぜひお願いします、はい、お願いします。